皆さんこんにちは。今回は英検の要約問題を3ステップで解く方法を紹介します。2級、準1級、1級すべてに共通しますので、ぜひ参考にしてください。その前にまず要約問題に関する基礎情報です。2級の場合はまず150ワードぐらいの長文を読んで、それを45から55ワードに要約しなければなりません。だいたい3文ぐらいになるかなと思います。配点は16点満点なので、英作文と同じですね。で、かける時間なんですけれども、実際 SCBT で新形式をすでに受けてきました。で、その結果、おそらく15分ぐらいかければいいんじゃないかなって思いました。準1級の場合は200ワードぐらいの長文をまず読んで、それを60から70ワードぐらいに要約します。だいたい4文ぐらいになると思います。配点は16点満点なので、これも英作文と同じ配点ですね。で、これも実際 SCBT ですでに受けています。予想以上に難しかったんですけど、だいたい15分から20分ぐらいかければ大丈夫かと思います。で、最後1級ですね。これは300ワードぐらいの長文をまず読んで、それを90から110ワードぐらいに要約する必要があります。で、これはだいたい5分ぐらいになるかなと思います。配点は32点満点なので、これも英作文と同じですね。で、1級は SCBT がないので、まだ受けたことがないんですけれども、だいたい20分から25分ぐらいかければいいかなと思います。以上が基礎情報ですね。では早速、意識すべき3ステップを紹介します。まず1つ目、論理構成を確認する。論理構成を確認すれば何が重要な情報なのかがわかります。もうちょっと細かく説明しますね。まずは段落のトピックセンテンスを探しましょう。トピックセンテンスっていうのはその段落が主に何の話をしているのかっていうのを教えてくれる文です。多くの場合は1文目に出るんですけれども、そうじゃない場合もあるので注意が必要です。よくあるのはまず背景的な説明をまずしてから、その後にトピックセンテンスが出てくるっていうパターンですね。例えば次の文章が第一段落、イントロダクションだと思ってください。さあ、読んでみると、There are many ways to protect the environment, such as recycling and reusing products. これが1文目なので、これがトピックセンテンスかなと思っちゃった場合は、この段落はリサイクルとか再利用することによって環境を守る話なのかなって思っちゃいそうですよね。でももうちょっと読み進めると、Recently, reducing waste has been receiving a lot of attention.And many people have started adopting this practice. はい、どうやら特にこの reducing waste ですね、ゴミを減らすことに注目しているみたいです。なのでこういうパターンもあるので気をつけてください。で、これが第一段落なんですけど、だいたい3段落構成になるはずです。すべての級ですね。で、特に2級と準1級の場合は第一段落に主題が入ってます。で、第二段落には賛成意見。で、3段落目には反対意見になることが多いと予想しています。なので流れがある程度決まっているので、トピックセンテンスを探すのはそれほど難しくないかなと思います。ただ1級になるともうちょっと複雑になるはずです。例えばですけど、1段落目に現状の話があって、2段落目に問題点の話があって、3段落目に解決策、そしてさらに懸念点とかあったりすると思うんですよね。なので単純に賛成反対にならない可能性が高いので、そういう時は次のことを意識してみてください。段落の中のディスコースマーカーを確認する。このディスコースマーカーっていうのは論理マーカーとも言われますが、簡単に言うと文と文の関係性を示してくれる言葉です。今回は特に大事なものを3つ紹介します。まずは逆説を表すディスコースマーカー。逆説は文字通り逆ですね。つまり今から反対のこと、あるいはちょっと意外なことを言いますよっていう合図なんですよ。例えば however が代表的です。例文を見ていきましょう。 It is true that many people know how to use computers. 確かにパソコンの使い方を知っている人はたくさんいる。 However, most people don't know how to fix them. しかしながらほとんどの人はどうやってパソコンを直せばいいかはわからない。さあ、ここで質問です。 however が出た場合、However の前と後、どっちの方が大事でしょうか。心の中で答えてみてください。じゃあ答えいきますよ。答えは後ですね。筆者は確かにこういうことがあるけれども、実際はこうなんですよっていうこっちの方を強調したいんですよ。で、要約するときは語数を減らさないといけないので、重要じゃないものを削っていくってことになりますよね。じゃあ however の場合はこっちは残しといて、However の前は削るっていう感じになります。100% 必ずってわけではないですけど、こういう傾向があります。で、ちなみに他にも逆説を表す言葉があるので紹介しますね。例えば Although 主語動詞カンマ主語動詞、
こうなった場合は後半の主語動詞の方が重要です。だから残しましょう。他にも主語動詞 but 主語動詞、こちらも後半の主語動詞の方が重要です。はい、以上が逆説でした。続きまして例示、これはつまり今から具体例を出しますよっていう合図になります。例えば for example ですね。例文を見ましょう。 Some countries have penalties for people who do not vote. 一部の国は選挙に行かない人に罰を与える。 For example, in Australia, you must pay a fine if you don't vote. 例えばオーストラリアでは投票しないと罰金を払わなければいけない。ではまた質問です。 For example の前と後、どっちが重要ですか？ほとんどの場合は前の方が重要なんです。こっちが一番言いたいことなんですよ。で、これを分かりやすくするために、イメージしやすくするために具体例を付け足してくれてるわけです。だからあくまで一番伝えたいのはこっちなんですね。For example の前です。で、じゃあ他にも例示を表す言葉を紹介します。例えば、主語動詞、カンマ、including で大体名詞が続きます。で、あるいは主語動詞、カンマ、such as で大体名詞が続きます。で、これ両方とも名詞の部分が具体例になるので、これは重要じゃないんですよね。その前に来てる主語動詞の主張の方が重要です。だからこっちを残してください。はい、じゃあ以上が例示でした。で、あともう一個見ていきましょう。こちらです。追加ですね。これも文字通り、今からもう一つ情報を追加しますよ、付け足しますよっていう合図になります。例えば、additionally が代表的ですね。例文を見ていきましょう。Traveling to work by bicycle can save money. 自転車で通勤すればお金を節約できる。Additionally,Riding a bicycle provides great exercise. さらに自転車に乗ることはいい運動だ。さあ、恒例の問題です。Additionally の前と後、どっちの方が重要ですか？ However は後でしたね。For example は前でしたね。Additionally は両方なんです。例えば理由を述べるときに、私は賛成です。なぜならば A だから、さらに B だからって言った場合は、両方とも重要ですよね。理由を2つ挙げたのに、要約の中に1つしか入れないってなると、ちょっと不完全ですよね。なので、情報を追加してる場合は、大体前後、両方とも大事になります。他にも、also とか、some、ほにゃらら、others、ほにゃららっていう表現があります。さあ、このように文と文がどういうふうにつながっているのかを意識すれば、どこを残した方がいいのかっていうのが分かるようになります。じゃあ、これで重要な情報が何なのか分かりました。で、次に何をすればいいかというと、こちら、一般化、抽象化する。これはどういうことか。まずは一般化です。一般化っていうのは、いくつかのものを一つの言葉でまとめることです。例えば、This farm grows apples, oranges, and strawberries. まあ、この農場はリンゴとオレンジとイチゴを栽培すると。じゃあ、このリンゴとオレンジとイチゴを一言で表すと何でしょう？はい、ヒントです。This farm growsF から始まる言葉。答えは fruit ですよね。つまりリンゴとオレンジとイチゴっていうのは果物っていうグループのメンバーなんですよ。なのでメンバーの名前を一つずつ言うよりグループ名を一つ言った方が語数が減るわけですよね。だから要約するときに便利なんです。さあ、じゃあもう一つの抽象化なんですけど、これは一般化に似てるんですけど、目で見えるものや手で触れることができるものを概念化するということです。で、概念というものは目で見ることができないし、手で触れることはできませんよね。じゃあ例文です。We can get up whenever we want, eat whatever we want, and go wherever we want. まあ私たちは何時に起きてもいいし、何を食べてもいいし、どこに行ってもいい。さあ、これを抽象化するとどうなるでしょう？ヒントはこちらですね。We have F から始まる単語。答えはこちらです。Freedom。つまり自由っていうのは概念ですよね。目で見ることはできないし、手で触れることもできない。で、この何時に起きてもいいし、何でも食べてもいいし、どこにも行ってもいいしっていうのは自由があるっていうことですよね。これが抽象化です。で、見ての通りやはり語数が減りますよね。で、ちなみにじゃあできるだけ抽象化あるいは一般化した方がいいのかというと、そうとは限らないんですよね。なぜならば抽象化とか一般化しすぎると結局何が言いたいのかわからなくなっちゃうんですよ。あまりにも漠然としていて。だから制限語数が許す限りできるだけ具体的な情報を入れつつ必要に応じて一般化する、抽象化するっていう考え方が正しいです。ちなみに一般化と抽象化については以前動画を出したことがあるので、もっと詳しく知りたい人はぜひそちらも見てみてください。
リンクは概要欄に貼ってあります。さあ、じゃあここまでステップ1で論理構成を確認しました。で、ステップ2で一般化抽象化しました。ではあとは何をすればいいのか。最後はこちらです。言い換える。まあ、抽象化と一般化している時点でもうある程度言い換えはできていると思うんですけど、ここで話したいのは同じ表現を繰り返さないための言い換え、そして文を短くするための言い換えです。はい、じゃあまずは同じ表現を繰り返さないためにはこちらですね。同意語を使いましょう。はい、これは簡単ですよね。まあ、同じ意味を持つ単語や表現を使うようにしましょうということです。まあ、長文の中で使われている単語や表現はできるだけ避けた方がいいですよね。例えば The company faced many difficulties。 その会社は多くの困難に直面した。じゃあこの difficulties を書き換える場合はどういう単語がいいでしょうか。じゃあヒントはこちらです。 C から始まる単語、答えは challenges。 まあ課題とかそういう意味ですね。はい、まあこれは結構簡単かなと思います。でも意外と忘れがちなので、ぜひ意識してください。ではもう一つです。構文を変える。特に名詞構文を使うといいですよ。名詞構文を使えば2つの主語動詞と接続詞を使った表現を1つの主語動詞にギュッとまとめることができるんですよ。具体例を見てみましょう。 Even if the government intervenes, it will not solve this problem. たとえ政府が介入したとしてもそれはこの問題を解決しないだろう。この文はまず if が接続詞としてありますよね。で、government が主語、そして intervenes が動詞で、さらに it が主語、そして will not solve が動詞。このように主語動詞が2セットあります。そして接続詞がそれをつないでるわけですね。で、これを名詞構文を使った文に変えるためにはまず動詞を名詞に変えるんですよ。じゃあ例えば intervene が動詞です。これを名詞に変えましょう。何になるでしょうか。こちらですね。 intervention。 これを中心に文を組み立てていきます。じゃあ誰の介入かというと政府の介入ですよね。もともとは政府が介入するって言ってるので、だからこう書きます。 government intervention。 でこの時点でもう名詞構文になってますね。もともと the government intervenes っていう主語動詞っていうのを一つの主語にまとめてます。で、じゃあ次に動詞が欲しいので何を入れるかというと will not solve this problem でいいですよね。で、合わせるとこうなります。 government intervention will not solve this problem。さあ見てください。語数が減っただけではなくちょっとアカデミックな感じになってますよね。そう、実はアカデミック英語の一つの特徴としては名詞構文を使うっていうのがあるんですね。もちろん使いすぎてはいけないんですけれども、普段使ったことがない人はぜひ使ってみてください。ちなみに名詞構文については以前英文ライティングのプロであるすったけ先生と対談をしていますので、ぜひそちらの方も見てみてください。概要欄に URL 貼っておきます。はい、ということで英検の要約問題を解くための3ステップについて紹介しました。で、できればですねこの3つのことを意識しながら英検の公式サンプルですねを解いてみてください。さらに公式の回答例もこの3つの視点から見てみるといろいろ発見があると思いますよ。問題と回答例も概要欄に貼っておきます。はい、ということで今回の動画に関してね、まあいろいろコメントいただければ幸いです。そして本試験直前にライブ配信しますので、その時にまた会いましょう。それでは、thanks for watching and I'll see you in the next video.